美味しいんだ。おばあちゃんのハッピーライフ。美味しい。いいよ。スコアボム？うん。スコアボムをちょっとだけまた違うミッション。うん。違うやつでやるんだ。スコアボムは何でやるの？うん。スコアボムっつうのがあるんだ。スコア、うん、スコアのボムっつうの。あ、ちょっと、その時はこれ。うん。どうですね。これ。これ。モアナ。モアナ。モアナでやるとね、うん、うんとね、スコアボムが出る。うん。だからみんな知ってるの、他の人も。うん？他の人も知ってるの？知ってるよ。知ってるだろ、そんなのは。もう常識じゃないかな、なんだか分かんないけど、うん、あでも他の人は違うつもりで撮ってるかしんない。お母さんこれでやってるから、うん、こうやるとね、うん、大好きなんだこのこのつもね、うんうん、お母さん好きなつも、うん、可愛いんだよ、可愛くて得点、得点は出る、得点は大したことはない、やっぱミッション取るつもだから、うん、何が可愛い？得点のことなんかスコアボムを、うん、取ってんだよ、こうだろう、スコアボムって、うん、こういうんだよこれ、うん、得点のことなんか考えないんだ、こういう時はこうだろう、これでね、このお母さん、このツム好きなんだよ、うん、可愛くて、うん、可愛いだろほら、もう、15個取ろうっていうのがもうクリアになっちゃった、これ、うん、可愛くてね、好きな、またほ、まだ他に可愛いのがあるんだよ、で、オラフが今可愛いからさ、ね、ね、あれ、あれ、好きで、もう得点取っちゃったんだから、15個が17個出てる、いっぺんに取れるからさ、これだと、うん、うん、とあの得点なんてはそんなにないんだよな、こういうのはミッションに使うやつだから、じゃあこれでもう一休みするかな、はい、じゃあ一休みね、うん、おまんじゅうタイム、うん、はい、これは、うん、聖光亭の聖光亭、うん、聖光亭の桜餅、聖光亭の桜餅ね、うん、これがまた美味しいんだ、はい、うん、やっぱり聖光亭じゃなくちゃ桜餅はね、うん、なんて言っちゃ悪いよね、まあ、あんなこと言っちゃ悪いや、ごめんなさい、どこが美味しい、私がね、うん、私の好み、うん、うん、じゃあいただきますね、はい、私の好みだけどね、うん、前と違うんだよね、こんなに可愛くなってあ、もういいや、じゃあそれで、はい、美味しいんだ、うん、これがね、うん、本当はこれ皮ごと食べるんだけど、うん、皮ごと食べるもんだって言うけどさ、うん、私はね、うん、真ん中の、うん、だけどこの真ん中のこれダメだから取っちゃう、ね、葉っぱの真ん中が硬いからね、うん、うん、美味しい、うん、中どうなってる、あ、そうなってる、うん、あんこが入ってる、あんこが美味しい、こしあんか、うん、ちょっとしょっぱい塩気がついてるんだ、うん、塩気が、うん、だから好きな、葉っぱになんか味があるんだよね、うん、葉っぱに味があるんだよね、葉っぱを塩漬けしとくから、うんうん、なるほど、周りがお米の粒々になってんだ、うん、周りがね、うん、お米になってる、ちょっとピンク色っぽいんだよね、やっぱり桜餅っていうだけで、ピンクだよね、お餅入れてんじゃない、うん、ね、あ、はい、うん、おいしい、うん、ね、甘いもの補給が必要だよね、甘いものが必要、頭がね、疲れてくると甘いものが必要だ、うん、ね、うん、あのクズだとなんかもう、沖縄の買ってあるけどさ、うん、うん、
最後の一つ、うん、はい、じゃあ美味しい正方亭さんの桜餅でした、うん、この老後がさ、うん、こんな楽しく、うん、つむつむで過ごせるなんて本当に幸せだと思うよ。つむつむのおかげだよね、うん、つむつむさんのおかげでね、うん、もうぼーっとしてる時はないよね。ずっとつむつむしてればね。それでさ、うん、ボクボクスのためにさ、うん、始めたろ。ああ、ボクボクス、ね、ナンプでやったりなんかしけど、ナンプでやってるだってさ、うんうん、ああいうのつまんないんだよ。点が出ないしさ。あ、そうなんだ、うん。でもお上手ですね、良い頭脳をお持ちですね、なんつうだけつまんないな。これは、うん、くる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 回してるからさ、うんうんうん、頭の回転にもいいし、指先使うとボケないってみんながね。なんかさ、 おばあちゃんの見てね、お母さんに勧めたって人がいるよね。あ、そう始めたって人いるよね。始めたって人もいるし、結構いるよね。お姉さんもさ、うん、まあ仲間入りしたなんて、ね、買いに行ったなんて、あすごいね。だけど、うんうん、そのお姉さんは90はなってないと思うけど、我々の友達はもういくら話したってダメなんだよ、うんうん、みんないなくなっちゃったけど、うん、だいぶこうやっておばあちゃんの見てつむつむやる人が増えるんじゃない。うん、増えてるみたいよね。え、うんうん、結構ね、うん、また始めましたなんていうね、うん、コメントがね、うん、いっぱいある、うん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 、だから面白いね。そうだね、うん、これはいいよ、本当にいいと思う、うん、つむつむは、うん、人に迷惑かけないの人に迷惑かけないの、うん、うちの中でさ、うん、一人で黙々とさ、うん、やってんの。そうだね、一人で黙々とね、うん、いい点取ったとき、わあなんて嬉しいなんて一人やってんだわ、迷惑かけない、うん、ね。単純だからね、こう単純だからね、結構ね、指を動かしてるだけでさ、 そうあんまりね複雑じゃないからすぐ結果もわかるし、うんうん、楽しいよね。楽しいよ、うん、ね。つむつむなんだってみんなもわかんない人がいっぱいいるよ、うん、ああそうだね、うん、これでさ、うん、お母さんも仕事してるときはこんなやれなかったけどさ、うん、お店閉めてからね、うん、老後をこういうふうにやってるからさ、うんうん、今度なんだ、また次のミッションか、うん、次のミッションね、ミッション、うん、今度なんだ、1プレイ宝箱を1個以上壊そうって、これはまたやっぱりこれなんだよ。それは何、宝箱は、うん、これ、うん、これこれ、ホットペッパー、うん、何、ホッ、何、ホ、ホーン、うん、なのか、うん、これでやっぱりね、うん、やんなくちゃダメ。私はだよ、はいはい、みんなはさ、うん、もう、うん、強い人はもうどんなもんしなくたって簡単だろうけどさ、出ちゃえばせいなんで、うん、1個出ちゃえば、うん、いいの、うん、1個だろ、下がってくる待っててさ、うん、やるんだから、もう2個だろ、うん、3個だろ、4個、これでもあと1つ出てくる、これで間に合っちゃうんだけど、またここ溜まったからやるけどさ、うん、ここもうこれでいいんだよ、これっきり出ないんだから、うん、もう終わったんだ、うん、もう5個以上出ないんで、うん、すごいすごい、買い貸してダメ、買い貸してくれてる、鍵貸して、何、鍵貸して、向こうにあるよ、どこの向こうに、机の上に、はい、終わり、終わり、これは終わり、今度ね、クリアになったろ、はい、画面前1、あれ、60
あとこれが出るから、あと何が出るかこれが出るから、こういうんでみんな貯めてくんさ。でこれで終わり、これは。終わり？うん。それで次のミッションだろ。茶色のツムを使って1プレイでスキルを7回使う。茶色のツムってね、お母さんの好きなのこれなんだよ。なんだそれ？茶色のツム。これ。これもね、できるかなんだかわかんないけどさ。うん。これがね、うんとまた可愛いんだよ。これはね、お母さん、できるかなんだかわかんないけどさ、一応やってみるけど。茶色のスム、これがね、可愛いんだよ。大好き、これも可愛いんが好きなんだよ、お母さん。いや、すごいんが出たのかい。なんだこれか、あ、これが出た。あ、よかった。何それ。すごいんが出ました。はい。うん。まとめていくけど、うん、はい。じゃあ今度もミッションね。狼の終わっちゃったん。狼のやってんだよ。やってるけど。狼のが面白いんで。うん。今2000。うん。うん。か、やるよ。じゃあ、始め。何にも知らないんだよ。やんなきゃね。話にならないよ。こんなばあさんは知ってるのに。今、狼のやってるの。あ、ほら、いるよ、狼が。あ、出たっていいんだよ。ほら、ほら、動いてる。出たっていいんだよ。いいんだよ、出たって。消さなくていいんか。消せないんだよ。消す材料がないんだから。狼動いてる動いてる。狼が消せないんだ。消せないんだよ、このね、あれがないと。狼が動いてるじゃん。ダメなんだ。これで消せんだ。2回押さないと消せない。あ、いっぱいいるよ、狼が。分かったろ。これで2個押さないと消せないんだよ。それで1個押すとそこで止まってくれるから。1回押すと止まる。うん。でね、うん、この角はね、うん、どこでもな、動くの。どの角？うん、これ今使ってる角。なんてやつ？ね、うん、こういうんだよ。いろいろなんだから、楽しませてくれてんだから。いろいろあって、これか、ミッションが、うん、うん、でその、うん、さっきこの、うん、うん、狼、狼、うん。あと100点残ってるから、それやれば終わり。じゃあなんでやってみるかな。もう100点だ。でもこれでやっちゃうか。めんどくさいから。面白いだろ。だからハマっちゃうんだよ。遊ぶんに。ナンプレなんかさ、頭で考えてやるんだけどさ、これだって頭では考えてるけどさ、ナンプレのあれと違うんだいね。これがね、ここにあるとね、今まで出てたつもりもみんな羽がつく。もうみんな取っちゃったから一気にして。このやつやるときはね、このツムじゃないとダメなんだよ、お母さんは。このツム、点がいかないけど、こういうふうに、もう終わりだ。もう取っちゃったんだけどね。あ、痛い痛い痛い、指が痛くなっちゃった。このね、羽が生えてんね。どこでも飛んでってくれる、うん、これだけ、この角だけ羽が生えてる。羽が生えてくるのが出てくる。うん、これどこでも行ってくれる。だからミッション取るにはこれいいんで。これでもう取れたから、うん、今度次のミッション。狼終わった。狼終わった。
で5000円ゲットできた。5000円ももらったん？うん、コインね、5000コインも。それでイニシャル S のつくつむつんで、どれが S つか。とこれだとね、S がついて、これだとやり13チェーンつんだろ。これだと簡単にできる。だからそのつむつむによって特徴があるから、それを使い分けるんだよ。それが大変なんだよ。それでさ、ロングチェーンしようっつうからさ、ロングチェーン、なかなかロングチェーンできないんだよ。お母さん下手で。ミッションこなすんだからね、それだけでいいんだから。これでね、もう13チェーンぐらい簡単にできるんだよ。ほら、ミッションクリアしちゃう。もうオプション、うん、なんか優しいのと難しいのがあるんだ。あるんだよ。いつも持ってる人はね、簡単にできるんだよ。いっぱい持ってる人、それで上手な人はさ、うん、すぐできちゃうんじゃない。手がさ、指が回っちゃって、これ人差し指嫌なんだけどさ、うん、でもさ、指が今疲れちゃって、前の朝から動かしてるから、うん、この指が一番やりいいんだけど、なんかね、みんなが人差し指でやれやれってね、うん、コメント来るんだよ。人差し指でやりにくいんだ、うん、ちゃん。私はね、真ん中の指じゃなくて嫌なんだけどさ、みんなが人差し指立てるなとかさ、いろいろ言ってくんだよ、うん、こう立っちゃう、なんかそういう、なんかあれがあるんかね、うん、なんだか知らないけどさ、おばあちゃん立ってる、やりやすいのでやれば、うん、やりやすいのでやればいいんじゃない。だってこんな曲がっちゃってるんだ、こっち向いてんだよ、うん、こっち行っちゃってるからさ、まっすぐ。ほいでこんなとこさ出てるし、うん、これ真ん中の粒が一番いい、あ、やりやすいんだ、中指が一番いい、うん、使いいい、うんうん、こんな方行っちゃってんだもん、うん、ね、クリアになったろこれで、うんうん、そしたら今度なんだ、この大きな粒を3個、1プレイで大きな粒を3個、これでもできるんだよ、うん、できるんだけどね、うん、確実なのはね、うん、これでやるとね、何だ、サリ、うん、サリでやるとね、確実なのはすごいんだよ。こういうコメント、あの、んと楽、このあれでやってると、うん、得点取るより楽だからさ、うん、もうミッションが入りまして、うん、得点のことなんか考えないでさ、うん、1000万以上になれば、ほらこうやって出るから、もうもう簡単なんだ。強く薄いかな、こうになっちゃう、消えちゃうんだよ。強く薄い、押さないと出ないんだよ。ここにあとね、簡単、面白いだろ。
三個出せなんて37。あれ、なんか飛んできた。あれ、飛んでっちゃうよ。じゃあちょっと、うん、何点取れた？こんなんだからさ、ミッション取ってるつもりだから、うん、点数はそんなにいかないよ。出ないんだ。飛んでっちゃうの。いいんだよ、ミッション取ってる人は点数なんかいかなかった。うん、かな？いいよ。はい。はい。これが好きなんじゃ。かわいいやろ。うん、ねえ、うん、だから好きな。大好き。かわいくって。だから、あのミッションの時使ってるのさ、うん、大して、うん、あの点数は取れないだろうけどさ、うん、かわいいんだよこれが。かわいくてかわいくて、お母さん昔からかわいい、かわいいもあかわいいも好きだから、取れなかった、これ6回だった、残念だね。あと1回すればもう少しですけど、でもね結構こんなんでも全然何も使わなくても、茶色の1プレイで好きような茶色のツムを使ってっていうんでさ、うん、やるんだけど、あアイテム使えばできるけどもったいないからさ、こんなくらいでもう1回やってみようか、できるか、できなかったらアイテム使うけど、途中で、うん、お休みしちゃったから。これもできないな。ほら、ちょっとアイテム使うか。じゃあ違うつもりなのね。できなかった、うんうん、アイテム使えば簡単にできるんだけども、うん、もったいないからさ、もったいないなんて言われて、アイテムこれ使ってみようか、できるね、アイテム使えば、もうこんなんでもうすぐだ。
で1銭の半分ぐらいで、うん、だからもったいないんだけどさ、うん、アイテムなんか使うの。できちゃう。あれだって気長にやってりゃできちゃうんだけど。これに合うんが楽しみでさ、うん、やってんだよ。普段あんまり合わないから。あ、やった。うん、終わった。うん、何点だ。ああ、な、点数は大したこといかないと思うよ、これ。あ、でも結構いってるじゃん。でもこのくらい綺麗だからさ、うん、これで面白いだろ、うん、だからつむつむにはまるとさ合計900点。これはこれまたあれでやってみようかな、うん。